この看守が、看守、救われるためにはどうしたらいいですかっていうことを、こう、やっぱり救いっていうのを人間は求めているものなんだなと思って、で、その、パウロとシラスは、その、救いを、のためにどうしたらよいのかっていうことの答えを持っている人たちなんだっていうことは、それはやっぱり人間的に醸し出せるものではないし、精霊の働きがあって、なんか、いや、すごいことだなっていうふうに思って、そう、やっぱりそれは言葉ではなんかこう表せない、神様の力が働いた時に、そうなるんだなっていうふうに思いました。増谷さんはどうでしたか？なんか全、このフィリピンに渡ってからの全部のストーリーがつながってて、全部必然だったっていうような印象を受けたんで、それをね、パウロとシラスが知っていたっていうよりも、そうする、される神様、この地に導かれた神様が何かをしようとしているっていうことに信頼を置いて、ね、こう、一見苦しくても、そこに主にあってっていうところですね。それを固く持って、固く立って、こういうふうにヨーロッパで一番初めの教会、フィリピ教会を立ち上げたっていうことに改めて感動しました。僕はそうですね、丸5の主にあってというところもすごく、やってて楽しい問題だったなと思いますし、あと4番で毛利さんが言ってくださったそのピリピの1の1と7も、なるほど、本当にそうだな、この経験をした人たちがに対して書いてる手紙なんだなって、なんかあんまりこう何年後に書いたんだろうとかって僕もちょっとよくわからないんですけど、確かに実際に経験してる人たちに書いてる手紙なんだっていう、見ている人たちに、見ていた人たちに書いてる手紙なんだっていうことがすごく新しい発見でした。マリコさん。この箇所は本当に神様の福音と御業、宣教がこうやってパウロとシラスによって伝わっていったんだなっていうことが感動的でした。で、私たちも、ちょっと時代は違うんですけど、主にあって生きる中で いろいろな体験があると思うんですけど、やっぱり、そういうふうに用いていただけるようになりたいなって思いました。生き様でそういうふうに伝えていけるものになりたいなって思いました。私はそうですね、備えながらパウロとシラスが、どうして喜べたのかっていうのずっと考えていたことだったんですけれども、備えながら御言葉を開きながら、本当に神様を喜ぶその、まあ、陽子さんがおっしゃってくださったその根拠が、あったんだっていうところを味わえて。だからこれから聖書を読んでいく中でも、パウロがいろんな手紙の中で喜びなさいって言っていても、それがパウロがどういうふうに喜びなさいって言ってたのかなっていうのを、この学びから思い出すことができるなっていうふうに、思いました。御言葉から注意して、それぞれがちゃんと受け取ってくれてればよしとしてます。だから、全部は覚えてないけど、例えばともくんがパウロの気持ちってこうだったんだろうかって、パウロのことをこう、その時のパウロのことをこう、ちょっとグッときますねとかいう話ができると、もうそれでいい。そこは私のところ、ポイントじゃなかったけど、そうやってそこで受け取ってくれればいいとか、救いを求めてたんだねとか、マッサイさんがね、そういうことを分かってたのかな、彼らはっていうふうに、その場の聖書の箇所から何か感じ取ってくれてれば、もうそれでいい。っていうふうに、私が期待してることを受け取ってくれてるかどうかではなくて、聖書の箇所から何か受け取ってくれてるなってことがあれば、それでよしというところで進めてますね。